シャーロット・ハザレーは、イギリス・ロンドン出身のミュージシャンである。元アッシュのギタリストバッキングボーカルで、一部の作詞作曲も担当していた。ソロ活動への転向のため、約10年にわたって在籍したアッシュを有効的に、脱退した現在は、ソロミュージシャンとして活躍している。イギリスの BBC ロックミュージックが行った、過去30年の偉大なギタリストを決める。 リスナー投票にて第40位に選ばれている。ちなみに、女性ギタリスト限定では、PJ ハーベイに次ぐ2番手にランクイン。1997年に、アッシュ側がメンバー募集のために模様したオーディションで一発合格を受けて、正式メンバーとして加入して、以降、奔放なメンバーの中にあって、そのクールな佇まいと力強いギタープレイで、独特の存在感を放ち、エネミーの 最もかっこいい女性に選出されることも、たびたびのガールズロッカーの憧れ的存在。アッシュ在籍時は落ち着いた色が、貴重のボーイッシュなファッションを好んでいたが、ソロ転校後は、スタンドカラーのプルオーバーやキャミソール、ノースリーブのブラウスにミニスカートを合わせるなどの、華やかな服装が多くなっている。アッシュ在籍時の2005年に、ファーストソロアルバム、グッドウィルフェードを発表している。 その際のソロツアーで、フジロックフェスティバルに出演。彼女のサポートバンドメンバーは、前年の2004年に、アッシュとして参加した、フジロック04で、同じく出演していたグレアム・コクソンのサポートバンドを、しており、彼らと意気統合したのをきっかけにバンドを組んだとのこと。ちなみに、そのサポートメンバーの一人だったトビー・マクファーランドは、後にザ・ダークネスの脱退したベーシストの後任として、正式加入した。 2007年に、アッシュ脱退後初のセカンドアルバム、ディープブルーをリリース。シングル、I want you to know の PV には日本語の表記が登場している。2009年、Bad for l a s h e s のサポートとして、ライブツアーを回る。サードアルバム、New Worlds ーーを発表。2012年以降は、新しいプロジェクトであるシールベイタンを立ち上げ、活動をしている。ソロ名義、シールベイタン。 ありがとうございます。